テクノフロンティア2024参加の皆様、こんにちは。この度は ST マイクロエレクトロニクスによる拡大成長期の SIC パワー半導体に求められるもの、コストパフォーマンス向上への挑戦の聴講ありがとうございます。私は ST にてパワートランジスタ製品を担当している望月と申します。本セミナーは現在の SIC MOS の市場動向を再確認し、今後その市場活性化のために SIC MOS メーカーに求められているもの、そしてそれに対する ST としての具体的な活動内容をご紹介いたします。こちらが本日のアジェンダになります。ST マイクロエレクトロニクスについて、SIC パワー半導体の市場トレンド、SIC パワー半導体供給体制、そして最後に SIC パワー半導体製造プロセス戦略についてご説明いたします。まず最初に ST マイクロエレクトロニクスについてのご紹介です。ST マイクロエレクトロニクスは世界的に展開する半導体メーカーで、マイコン、アナログ IC、MEMS センサー、NFC、そしてパワーデバイスなど多数の製品を扱っています。グループ従業員は5万人以上、研究開発スタッフも約1万人と大所帯で、80カ所に及ぶ販売拠点または支社があり、20万社以上をサポートしています。2023年の総売上は173億ドル、1億1ドル150円で換算した場合、2兆6000億円以上になっており、近年の半導体市場の拡大を受け、大きく成長しています。また国連グローバルコンパクトの署名企業でもあり、グローバル基準を強く意識した経営を行っています。こちらは主要販売拠点と半導体工場のマップになります。半導体の中心部ともいえる製造工場は、本社がスイスと欧州エリアにあることもあり、欧州エリアに集中しています。アジア圏の中心としてシンガポールにも工場があり、全世界をこの2つのエリアの製造拠点でカバーしている体制をとっています。また、R&D 拠点は世界的に分布しており、国籍を問わず有能な人材獲得に配慮された配置となっております。ST は主に3つの領域の発展に貢献する製品を供給しています。スマートモビリティ、自動運転の有用性が議論され始めてから、その発展に貢献できるマイコンやセキュリティチップなどを提供しています。エネルギー分野においても、モーターの効率改善や太陽光発電の効率化に役立つパワーデバイスを供給しています。また近年の CO2 削減を意識しており、欧州の工場に隣接する食堂エリアには、太陽光パネルを設置し、自前で電力を補う活動も行っています。クラウド接続型自立デバイスの領域では、マイコンはもちろん、通信で必要となる RF 製品も拡充に努めております。このセミナーでは、パワー半導体が主題になるのもあり、今後の市場を予測するためにも、関係する分野のトレンドを確認してみます。スマートモビリティ分野では、主に電気自動車、ハイブリッド車がすでに展開され、今後大きく伸びていくと予想されています。2023年で生産台数の約 15% が電気自動車となっており、2030年には約 40% に達するという予測もあります。自動運転、アシスト機能による運転など、重大事故の多くの原因となっているヒューマンエラーを最小化することも重要ですが、長い航続距離によるより快適な操作を実現するパワー半導体への需要も大きく期待できます。エネルギー分野においても、半導体の需要と比例し、重要性度合いが増していくと予測されています。電力需要は伸びていく中、原油高騰化が常に懸念される世界市場において、需要増強と CO2 削減の両方に寄与する半導体、特にパワー半導体の重要性は高まる一方となっています。次に市場トレンドになります。まず、このセミナーでパワー半導体を初めて拝見される方に配慮し、その用途と住み分けをできるだけわかりやすくご紹介したいと思います。こちらはパワー半導体の周波数と出力電力を軸にしたアプリケーションマップになります。横軸のスイッチング周波数はイメージ的にエネルギーのバケツリレーを行う回転数で、一度に伝えるエネルギーが小さいものに適応した場合、回転数を高くすることで、
バケツを小さくできるという理論にて適用されます。つまり高い方が製品を小さくできることになります。最もリレーを行う際、アプリケーション側が消費してしまうエネルギーも大きくなり、全体的なバランスが必要になってきます。縦軸の出力電力はそのままパワーを表し、高ければ高いほど大きなエネルギーを生み出しますが、バケツは大きくなります。バケツにエネルギーを貯めている間も、アプリケーション側が消費してしまうエネルギーがあるため、大きな出力電力のアプリケーションでは、この貯めている間に消費するロスを小さくすることが重要になります。このマップ上で出力電力が低い電源関連は、小型化を目指す上でスイッチング周波数が高くなり、出力電力が高い電力発電系や新幹線などは一度にリレーされるエネルギーが大きいため低くなります。このバケツリレーに例えた場合、このバケツを動かすのがパワー半導体の役割となり、貯めている間のロスとリレーされる際に出るロスをいかに小さくできるかが鍵となります。スイッチング周波数が高く低出力なアプリケーションではシリコンモスフェット、周波数が低く高出力なところにはシリコン IGBT が使用されますが、化合物半導体である GaN はシリコンモスフェットの、そして SiC モスは IGBT の上位互換という位置づけで大まかに認識されています。先ほど述べたためるロス、動かす際のロスがシリコンより小さく高性能になっています。SiC 半導体にフォーカスするため、こちらはその市場トレンド予測のスライドとなります。左上が SiC モス、SiC ダイオードのワールドワイドにおける市場成長予測で、その下にアプリケーションごとの内訳が示されています。市場全体の約 80% が電気自動車とハイブリッド車という点が見て取れます。右側は ST のポジションとなります。MOSFET とモジュールにフォーカスした場合、市場シェアは4割以上となります。また2023年の SiC 半導体売上は 11.4 億ドル、約1650億円を達成しました。そして現在、社債、産業向けに動いているプロジェクトは160件を超えています。に、ST の SiC パワー半導体の供給体制についてお話しいたします。まず12インチ、300ミリのウイハの生産は、フランスのクロル、イタリアのアグラテで計画を進めております。今回のテーマである SiC を含む化合物半導体の生産拠点は、イタリアのカターニアで工場建設が進んでいる状態で、2026年には量産体制に入ります。もう一つの化合物半導体である GaN は、フランスのツールにて生産する計画となっております。SiC において、イタリアのカターニアで生産能力を拡大するにあたり、2019年にスウェーデンのノルショーピンに拠点を置くノーステルを買収しました。ノーステルは SiC インゴットからウエハを製造する技術を有しており、その技術をもって現在垂直統合型での SiC 半導体生産体制を構築しています。すでに2023年にパイロットラインにて SiC 生産を実現しており、先ほど述べた通り、2026年には量産体制に入る見込みです。SiC 半導体の生産能力拡大においては、イタリアのカターニアだけでなく、シンガポールにある前工程にも並行して適用を進めています。また弊社の後工程工場、中国の深圳、モロッコのブスクラにてパッケージすることで、インゴットから完成品を製造・供給する完全垂直統合型となります。これにより、ST に寄せられる SiC 半導体需要の約4割を補う計画となっております。こちらは昨今の中国・アメリカ間の情勢を考慮し、中国国内での生産体制を構築するため、現地で SiC ウエハを製造できる三安光電と手を結び進めているものになります。ST と三安の間で中国市場に特化した SiC 半導体供給を目的とする合弁企業を設立しました。合弁企業に ST の SiC 製造技術を使用した製品を中国市場に供給します。合弁企業に供給される SiC ウエハについては、ST からだけでなく、需要状況によっては、
3案から行われます。これにより、この合弁企業の設立費用は5年間で32億ドルとなる見込みです。ここから SiC パワー半導体のプロセス戦略になります。まず ST の SiC 半導体製造の歴史となります。 SiC MOS において第一世代は2014年に量産が開始されました。その後、2017年に第二世代が量産開始、そして2021年に第三世代の量産が始まっています。30年以上の歴史を持ち、110以上の特許と650を超える技術資料を所持しています。現在、第三世代まで量産が開始されており、第一世代からの進化をご紹介させていただきます。左側にある FOM RDS オン×エリアと RDS オン ×QG について、世代が進むにつれ小さくなっていることがわかります。右側に同一パッケージ TO247 での比較がありますが、第一世代に対し第三世代の音抵抗は 70% 以上小さくなっています。次に SiC MOS の構造に関して、プレーナー、トレンチ、JFET のメリット・デメリットのお話に移ります。プレーナー型のメリットですが、シンプル構造で製造しやすい、酸化膜形成が一面のみで良い、ゲート酸化膜の展開緩和が容易、製造可能メーカーが多い。一方でデメリットですが、チャネル移動度が低い、 VTH が低い、ピッチ縮小効率が低いとなっております。トレンチ構造のメリットですが、チャネル移動度が高い、 VTH が高い、ピッチ縮小効率が良い。一方のデメリットですが、構造プロセスが複雑、トレンチゲートの酸化膜対称性にて最適化が必要、製造可能メーカーが少ないと、プレーナー型との対象となっております。最後に JFET 型ですが、最も低音抵抗化が可能、ゲート酸化膜が不要、ボディダイオード有無の選択が可能がメリットで、デメリットに関しましては、ノーマリーオフ構造が極めて困難、カスコード接続が必要、飽和電流値が低いとなっております。現在 SiC MOS の構造については、プレーナーまたはトレンチが主流となっております。最もトレンチ構造を製造できるメーカーが限られているため、大多数はプレーナー構造になっております。専門的な内容に入りますが、次にプレーナーとトレンチに関してそれぞれの特徴を示します。 SiC 半導体で問題視される筆頭項目として、ゲート酸化膜への電解集中による劣化が挙げられます。これをできるだけ防ぐために、ゲート酸化膜への展開を緩和させる必要があり、そのためにプレーナーではピッチの高密度化を施します。真ん中のグラフは ST 製品における第一世代から第三世代での展開を表しており、世代が上がるにつれ展開集中が緩和している様子がうかがえます。弊社ではトレンチ構造を製造していないため、データを持ち合わせてはおりませんが、トレンチにおいては断面から明らかなように、使用しないゲート、ダミートレンチを用いてこの電解集中を緩和させています。また SiC ウェハは格子面においてきれいな面があり、そこには格子面から数度傾いているオフ角が存在します。プレーナーの場合、一面表面のみのゲート酸化膜形成になりますが、トレンチの場合、図からわかる通り左右の面に酸化膜形成を行うため、このオフ角を保ちながら製造することはプロセスの高度化かつ非常に高コストへとつながります。もっとも近年、オフ角に依存しない酸化膜形成手法が提唱され、それを利用することでプロセスの複雑化はある程度避けられることが可能とはなっている認識ですが、それでもプレーナーに比べトレンチ構造の製造プロセスが
高度であることは容易に予測されます。一方、SiC 半導体の全体コストを考えた場合、特筆すべきはウェハそのものが大きく占めるという点にあります。ここでは各製造プロセスのコスト感を振り分けたテーブルと単結晶、多結晶の SiC ウェハの特徴を示しています。現在半導体に使われる SiC ウェハは単結晶、図でエピウェハとなっている部分となっており、これは種結晶から時間をかけて成長させるインゴットが必要となり、高コストとなっています。ここに安価な多結晶 SiC ウェハを適用することで製造コストを下げることが可能になります。もう少し具体的な内容となりますが、図にあるように単結晶ウェハを薄くスライスし、バッファーを挟んで多結晶ウェハに貼り合わせて1枚のウェハとします。既存の SiC 半導体では、1枚の単結晶ウェハは1枚の SiC ウェハとして使用していましたが、この技術を使うことで、1枚の単結晶ウェハから何枚もの SiC ウェハを作ることができます。また、多結晶 SiC は単結晶 SiC に比べ、不純物ドープが容易で低抵抗になるため、音抵抗の改善も同時に見込むことができます。右下の図は、多結晶と単結晶の抵抗を色で表していて、赤が高い、青が低いといった表示ですが、右側の多結晶の方が低くなっているデータとなります。ST にて、単結晶ウェハに多結晶ウェハを適用する技術をスマートシックと呼んでおり、現在開発が進められています。最後にまとめとなります。こちらに書かれている通りではありますが、今後5年の SiC パワー半導体の市場成長規模は大きく拡大していく見込みです。その拡大していく市場から求められるものに対してですが、ST としてはご紹介した通り、生産能力の増強と性能を落とすことなくコストダウンを実現する技術の成熟を目指すということで貢献できると考えております。発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。